今日もしっかりお料理作ってく。はい、皆さんおつばんは玉ねぎみどりです。今日もお料理を作っていきますけども、今日はなんと新鮮なのが手に入っております。じゃ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 ーん、これちっちゃいけど、これはタイ。今日はタイを使って、タイ茶漬け、これを作っていこうと思います。はい、じゃあちょっとお料理入る前に自己紹介です。私とまねぎみどりは、ネット内でアーティスト活動しております。お料理とか他のコンテンツもいろいろ発信しております。概要欄に、URL ブログの方の貼ってますので、よかったら、見ていただいて、いろいろ、じゃあ作っていきます。鯛茶漬けよ、これいくよ。これ、はい、今日は焼き物がないので、もうリア近くでもこれ捌くのをがっつり見ていただくんですけど、言っときますけど、僕人生で初めて魚さばきます。はい、今日初めて魚をさばきます。いきます。これもうすごい生臭いんよ。尻尾は切るよね多分。うわー、すげえ生。いや、この時もうすごいタイがヌルヌルで、なんか手も持ってる感触もすごかったです。それで規制上げてしまいました。え、これマジ生物さばく人ってすごいね。うわすごい。なんとなくでやりますけど、魚のさばき方なんか何も知りませんけれども、やりますけど、うわーすごい。とりあえず今尻尾とかこことかここ切ったらなんか骨があるんですよ。骨が手に当たってぐちょぐちょなってるんですけど、このここについてる、ここについてる鱗は取ってあります。取ってあるみたいです。いきます。もっと近くで見る。これぐらい、すごい。なんかすごいね、生の魚ってすごい。どっちがうまかな、もうわからなくなった。なんかもうこの辺からずっと裏声で喋り出してて、ずっと魚に謝りながら魚を切ってますね。さらに裏声が続いててちょっと気持ち悪いので、吹き替えでご案内していこうと思います。なんかこの辺ではサバ内では魚が切れないよっていうとひたすら言いながら、こうちょっと半分ちぎり気味で魚をさばいていってます。さばくって言えるのかわからないです。さらに、この辺ではもう魚さばけれんって弱音を吐いてますね。ずっと裏声で喋っててすいません。ちょっと本当に普通に料理中の音声がちょっと気持ち悪いことになっちゃってるので、なんかずっと吹き替えですいません。皮食べれるの？皮食べれるの？切った皮は取る？こう剥げる？うわぁ、もうなんかぐちょぐちょな、これじゃったら皮食べんでいけば。ここに骨があるんやけど、なんかもう取れん。一匹目の身はこれだけ取ったわ。これで許して、もうこれダメ。もううわー、すげえ、うわー、なんか骨があるんよ。骨に玉当てて、こっち切って、ここにこれ切ってかにゃ、背びれみたいな、胸びれ、背びれ、胸びれでしょ、こっちが。本当に胸びれとか尻尾とか、うわぁ、もうお腹がプシュってなるのに、
許してください、もう許してください。背中にギザギザのがいっぱいついてる。これどれ、うわー、これやばいわー、まあ、やばいわー、うわー、サバナイが綺麗に、これ魚用のやつ持ってきた方がいいのに、尻尾切るか、切る、どうやってこれ取ったらいい？本当にどうやって取ったらいいかわからん。これね、こうじゃとは思うんじゃけど、もうついとんやけど、意味が。ラスト、きれいにさばくよ。これきれいにさばく。尻尾いきます、まず。と見せかけて、なんか三枚おろしってこうやって。なんかあんま尻尾持ちたくねえな。こういく？こういく？こういく？なんか、こういくよね。うわぁ、なんかすごいわ。もうどこ行きょんかわからんのに。なんか、骨の際のところを多分行くのがいいんだろうけど。うわ、お、いいんじゃないの。いいんじゃないの、これ。お、お、これ。これ身がちゃんと取れたぞ。骨ちょっとついとるし、うん、これうまい。これこれ綺麗に取れた。これいい。背びれもこの辺これ取る。背びれから胸びれから、うわ、ここなんかめっちゃ骨おる。半分まで切って、これ、ダム切って。できた！この中にちょっとこう触って、骨がついてたら、骨のところを、なんかこう、こう切りながら解説、解説はできんよね。もう初めてやるんだから。なんかこう伝えたかったんだけど、もう手の感触とか匂いとか、うわーっていうのしか、恐怖みたいな感じしか伝えられなかった。はい、じゃあこれを使って、次は鯛茶漬けにしていくんで、お米と、お茶漬けはもう皆さんが大好きなので。はい、まずお米を入れました。で、あ、ここに、乗っけるんですけど、ちょっと待って。お湯、お湯、お湯沸かそう、ちょっと。お湯を。生臭いのをこうやって、こう。最初にさ、ちょっと湯通ししてさ、きれいきれいしとかないと、なんかちょっと食べる勇気が出んくん。こうやってさ。キャッチキャッチキャッチ。あ、でもちょっといい匂いになってきたかな。これ塩ちょっと入れてた方がいいね。こうお湯にちょっと塩を入れたお湯でこう通していく感じがいいかも。食べれんことなさそうな匂いがしてきた。はい、長谷園梅茶漬けを入れます。わー、美味しそう。もうほんとこれのおかげです。ありがとうございます。長谷園最高。 OK、 はい、鯛茶漬けこれで完成です。
はい、茶漬けの出来上がり。食べます。いただきます。生臭いのかがめちゃくちゃ気になる。骨じゃない、大丈夫、ちょっと待って、ちょっとぐらいか。いきます。はい、いただきます。うん、あ、生臭くない、鯛の匂いない。うん、鯛食べれる。うん、あのちっちゃいの4匹もさばいたのに、なんか鯛こんだけこんだけになっちゃったね。あ、でも美味しい美味しい美味しいね。ちゃんと鯛になったわ、よかった。鯛になった、結論鯛になったわ。いただきます。うん、うん、これ食べれる、いい感じ。ああ、よかった。マジお魚って最初あんなにこう生臭いのとかグロテスクなのとかあったから、なんかちょっとと思ったけど、食べたらやっぱりいつも通りのお店とかに出てる鯛だね。なんかお店でこうさばいてる人ほんとすごいな、すごいと思った今日僕は。みんなすごい、主婦の方とかも、この魚料理すごいね、これはすごいわ。ということで今日は美味しくできました、鯛茶漬けでした。ありがとうございます。あの鯛さばくの初めてだったんですけど、いいなと思ってもらった方はいいねボタンと、いいねグッドボタンと、登録、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またちょっとこう今日はあのおどけてじゃないビビってしまって、ちょっとうまくこうさばく感じ説明全然できなかったんですけど、また精進してさばくの魚料理もやっていこうと思いますので、よろしく応援お願いいたします。それではありがとうございました。 Thank you guys。うん、おいしい。うん、おいしい。タイがもうなくなりそう。あんだけ4匹さばいたのに、こんだけすごいちっちゃくなっちゃった。タイいなくなっちゃった。こぼれた。タイ終了。